こんにちは、ケンです。今回は品格とわい雑さが交差する街五反田の歴史風景をお届けします。品川区五反田は中心となる五反田駅の東口と西口で雰囲気が異なる街です。西口側にはオフィス街が広がります。家賃相場が渋谷や恵比寿に比べ若干低いためか、多くのベンチャー企業が五反田から産声を上げています。視線を大崎方面に向けると、世界初のウォークマンを世に生み出したソニーの本社もありました。一方で東口の一部には飲食店、風俗店、ラブホテルがせめぎ合っています。ただし桜田通りの相生坂を高輪台方面に進んで、左手には上皇后美智子様を育んだ池田山が、右手には島津山があり、さらに品川寄りに進むと御殿山が広がります。清廉な高い品格を感じられる場所となっています。そして東急池上線五反田駅がなぜあんな高い場所に作られたのか、その理由を探りました。池上線の悲劇とも言うべき物語が垣間見えてきます。池上線の高架下、山手線と目黒川に挟まれたエリアには、戦後の闇市に端を発する新海市と呼ばれる飲食店がひしめくエリアがありました。昭和48年にはある映画のロケでも使われた場所です。そんな五反田の歴史風景を一緒に見ていきましょう。五反田の地名は江戸時代、目黒川周辺の水田が一区画五反であったために名付けられたと言われています。一反は約300坪なので、一区画1500坪だったわけですね。もともと大崎村の田畑が集合した土地、すなわち小技でしたが、明治44年に鉄道院、後の鉄道省の駅が開業します。目黒川に沿った低地にある小さな集落は駅の開業を機に発展していきます。 SF 作家星新一のジップ、星はじめが創設した星製薬が大規模な工場を建設したのをきっかけに、五反田の名前は広く知られるようになりました。この星製薬のエピソードは最後の方で詳しく解説します。そんな五反田ですが、大きく東と西に分かれているのが地図で見るとよくわかります。赤い線で囲まれているエリアが五反田です。五反田は住所表示で西側が西五反田、東側が東五反田のエリアになっており、山手線を境に分かれていることがわかります。山手線で大崎を過ぎると、山手線内最大の急カーブ、ほとんど180度方向を変えるように品川へ至ります。そんな五反田ですが、鉄道、自動車ともに交通の要衝となっています。車での移動なら国道1号の桜田通り、首都高2号目黒線、山手通りを利用する方が多いでしょう。中央やや左を縦に走っているのが桜田通り、同じく中央やや右に首都高2号目黒線、そして横一直線に走っているのが山手通りです。この山手通りの真下には首都高環状2号線山手トンネルが貫いています。総距離 18.2km で日本一長いトンネルとなります。ちなみに2番目に長いトンネルは関越道の関越トンネルの 11km です。山手トンネルは2015年平成27年に営業開始、大半は山手通りの真下を通りますが、大崎付近から目黒川の真下を通って大井ジャンクションへ向かいます。桜田通りは霞が関の桜田門交差点から西五反田1丁目交差点までの区間の通称です。高輪台方面からの緩やかな下り坂は相生坂とも呼ばれます。中世以前から存在する街道で、徳川家康によって江戸時代の東海道が整備されるまでは江戸から西への重要な街道でした。桜田通りは中原街道へとつながり、平塚にある徳川家の別荘中原御殿等を結びました。中原街道の名前の由来はこの中原御殿から来ています。赤穂浪士の江戸入りの際は大名行列がある東海道ではなく、この中原街道を使ったと言われています。山手通りと中原街道が交差する大崎広小路交差点から新八ツ山橋交差点まで通じる八ツ山通りは、第一京浜から五反田へ向かう場合に山手通りを避けるルートでも使われています。昭和22年から平成19年の約60年間、沿道にソニー本社やグループのビル群が存在していたことからソニー通りとも呼ばれています。余談ですが、2000年頃東品川に居を構えていた私が五反田のコンサル先に向かうためにこのソニー通りを通るとき、ソニーヘッドクォーターズというビル壁面の看板を見るたびにかっこいいなと思ったのを覚えています。少しここでソニーの歴史を振り返ってみましょう。ソニーは東京都中央区日本橋にあった百貨店白木屋の3階の一室を間借りする形で事務所兼工場を設けて創業しました。日本橋白木屋は現在のコレド日本橋のところに建っていました。当時の社名は東京通信工業株式会社、電圧を測定する真空式電圧計などを製作していたそうです。
1947年、昭和22年には日本橋から品川区北品川の高台に相当する御殿山地区に移転しました。2007年にソニーは本社を品川駅港南口へ移転しましたが、今でもここをソニー通りと呼ぶ人は少なくないと思います。ところでこの八ツ山通りという名称はどこから来たのでしょうか。確かに新八ツ山交差点は小高いところにあるから、この辺りが山だったんだろうなという気配がします。東京の城南地区、目黒駅から品川駅にかけてはかつて城南五山と呼ばれる高台がありました。池田山、御殿山、島津山、八ツ山、花房山の総称で、江戸時代からそれぞれ由緒ある大名屋敷や邸宅がありました。いわゆるハイソサエティな格式漂うエリアです。その御殿山のすぐ北隣には八ツ山がありました。現在はグランドプリンス高輪、品川プリンスホテルが建っていますね。一般にはあまり知られてないですが、新八ツ山交差点に面した北面には旧岩崎家高輪別邸海東閣があります。岩崎家が取得する前はここには伊藤博文の邸宅がありました。これを三菱グループの3代目社長岩崎久弥が購入し建築したもので、現在は三菱グループのクラブとして使用されています。鹿鳴館、ニコライ堂など数々の名建築を残した英国人設計家ジョサイア・コンドルが設計、明治41年に竣工しました。樹木に囲まれており周囲からは全く見えません。ところでこの八ツ山、その南端から続く御殿山は山というだけにかつてはもっと高かったのですが、削り取られ現在の形となっています。なぜ削り取られたのでしょうか。それは幕末の安政元年1854年、品川沖に台場を築造するために山を削り土を採取したからだと言われています。この画像は江戸時代のお台場の築造予定図です。このうち6つが実際に作られました。幕末の1853年、ペリーが来航したのをきっかけに幕府は外国船から江戸を守る必要に迫られました。そこで品川沖に砲台を備えた軍事施設お台場を作ったのです。まずは第一砲台から第三砲台までを築き、その後間を埋めるように第4から第6砲台までを築きました。ただこの第6砲台までで75万両という巨費をかけていましたので、財政難にあった幕府はこれ以上の砲台建築を放棄しています。その時埋め立てに使う土砂を八ツ山、御殿山から採掘したとのことです。現在お台場は第3台場と第6台場の遺構が残っています。この写真何かが写っていません。そう、1993年平成5年竣工のレインボーブリッジができる前の写真です。こちらがほぼ同じ画角の現在の写真です。八ツ山を見たついでに城南五山の他の山についても見ていきましょう。五反田駅東口からは桜田通り相生坂を登って NTT 東日本関東病院の裏手に広がる池田山です。城南五山を代表するエリアで、現在の品川区東五反田4丁目5丁目付近の高台に相当します。この地にはもともと備前岡山藩の池田家下屋敷がありました。この画像は昭和5年頃の池田山付近の地図です。赤い丸で囲んでいる平岡というあたりに屋敷があったと言われています。1668年に岡山藩主の池田家がこの地に約3万8000平方メートルの広大な下屋敷を構えたのが始まりです。近くを流れる目黒川から見上げると小高い山に見えたというこの高台は、地域の人々からは池田山と呼ばれて親しまれてきました。広大な敷地には鴨漁を行う鴨場もあり、遠くに富士山を望めたそうです。昭和初めまでは池田家ゆかりの人が住んでいたようですが、その後住宅分譲地として売り出され、都内有数の高級住宅地に姿を変えました。そう、池田山には上皇后美智子様の生家として知られる正田家の邸宅もありました。昭和8年に日清製粉の正田栄三郎社長邸として設計施工されています。写真は昭和10年頃の正田一家です。右から父栄三郎、兄岩尾、美智子、母文子となります。上皇后様は昭和9年のお生まれなので、当時まだ1歳か2歳でしょう。この邸宅は正田栄三郎の死後、平成13年に相続税の一部として仏納されます。平成14年に解体が決定して取り壊されることとなりました。その後品川区が国から公園用地として跡地を取得して整備し、平成16年ネムの木の庭として開園しました。名前の由来は美智子様が高校時代に作った詩ネムの木の子守唄にちなんでいるとのことです。続いての山は島津山です。現在品川区東五反田1丁目3丁目付近の高台に相当します。仙台藩伊達家が下屋敷を構えたところで、明治6年頃に旧薩摩藩主島津家の所有となりました。
島津忠重公爵の邸宅として使われてきましたが、八ツ山の岩崎別邸のところで出てきたジョサイア・コンドルによって大正6年イタリアルネサンス式の大邸宅に建て替えられました。大正天皇皇后や寺内首相、松方正義など政府の高官、陸海軍トップが招待された新築披露が執り行われました。ただ昭和初期の金融恐慌の影響を受け、島津家も財政的な打撃を受けてしまい、敷地の大部分と邸宅を売却する結果になりました。昭和36年7月、清泉女子大学が日本銀行から土地と建物を購入し、翌昭和37年4月に神奈川県横須賀市から大学を移転して今日に至っています。続いて御殿山です。現在品川区北品川3丁目から6丁目付近の高台に相当するところで、この名前は徳川将軍家が鷹狩りの時に休んだ品川御殿があったことにちなんでいます。また幕府重臣を招いての茶会の場としても利用されていました。最もこの御殿を利用したのは三代将軍の徳川家光です。18年間に200回近く訪問し、この記録は葛西や王子にもあった江戸周辺の御殿の中で最も多い回数でした。しかしこの品川御殿は1702年の四谷大宗寺付近の出火で焼失します。その後1661年から73年の寛文年間から桜が移植され、桜の名所として整備されました。御殿山1万1500坪には600本もの桜が移植されたとのことです。昔は東京湾を見下ろすことのできた海沿いの高台で、8代将軍徳川吉宗の時代は多くの花見客が訪れたと言われています。この場所は現在2000坪の広さを誇る御殿山庭園になっています。城南五山の最後は花房山ですが、これは目黒の歴史を取り上げるときに深掘りしたいと思います。はい、話を御殿田駅周辺に戻します。鉄道の要衝としての御殿田を見ていきましょう。五反田では JR 山手線、東急池上線、都営地下鉄浅草線が交差します。五反田駅は明治44年10月に開業し、国土交通省の統計によれば令和元年には1日の平均乗降客数が282,702人、山手線29駅の中では堂々の15位にランクインしています。東急池上線はもともと池上本門寺に参詣する客を輸送する目的で作られました。池上本門寺は日蓮宗の大本山で、開祖の日蓮聖人が1282年に61歳で臨終した場所でもあります。池上線は当初は目黒と大森を結ぶ計画でしたが、用地買収の困難などで建設が停滞してしまいます。そこで支線として認可を受けた池上蒲田間が先に開業することになりました。五反田駅東急池上線のホームはなんと地上4階の高さもあります。山手線から乗り換えるには2012年にエスカレーターができるまでは長い階段を登らなくてはなりませんでした。なぜこんな高さになっているのか不思議に思った人も少なくはないでしょう。認可が降りた蒲田池上間をひとまず開通させましたが、その後の用地買収が難航し、なかなか沿線計画が進みません。本来の目的地であるはずの目黒に全く到達しそうもなかったのです。そんな折、池上電鉄は1923年、大正12年に川崎銀行を率いる東京川崎財閥の傘下に入ります。ところがこの年に東急の前身である目黒蒲田電鉄が路線の大半が被る目蒲線を開通させます。図の緑色の線です。そこで池上電鉄は当初の目黒と大森を結ぶ計画を捨て、五反田駅を目指すことになりました。赤の点線が当初の池上線の本線予定ルートでした。左上に連絡バス便開設とあるのは、この1927年にはまだ五反田駅までは結ばれておらず、大崎広小路駅から五反田駅まで連絡バスで乗客を輸送していたからです。最後に残った大崎広小路駅と五反田駅間は直線距離でおよそ400メートルですが、住宅が密集、高架線を引くために工事は難航します。そこで鍵になったのが京浜電気鉄道、現在の京急ですね、が計画していた青山線でした。京浜電鉄青山線とは、品川駅から白金青山をぐるりと回るようにしながら千駄ヶ谷方面へと向かう計画路線です。池上線は山手線を高架で越えて青山線と白金付近で接続しようと考えていました。都心、つまり山手線の内側に地下鉄以外で民間鉄道会社として初めて高架線で入っていこうと目論んだわけでした。ただこの計画は大正12年の関東大震災後の復興計画などの影響でご破産となりました。その結果残されたのが高い池上線のホームだったというわけです。その後池上鉄道は昭和9年に目蒲電鉄に吸収され、現在の東急電鉄の基礎となります。大震災など不運もありましたが、度重なる計画変更の末、池上線が全通したのは1928年昭和3年6月のことでした。
計画を実行しようとするためにトラブルがあり、都心直結の野望も絶たれ、23区内にはあるものの都会のローカル線と言われる池上線。五反田駅の高すぎるホームは池上線の悲しい歴史を表しているようにも思えます。さて、五反田駅東口には歓楽街が広がり、五反田遊楽街と呼ばれています。駅近くにはラブホテル街や店舗型風俗店が存在し、都内有数の風俗エリアでもあります。その一方で、先ほども述べたように、少し歩けば池田山、島津山、御殿山などの洗練された高級住宅エリアが近接しています。ここからは歓楽街としての五反田の歴史を少し深掘りしてみましょう。かつては花街が存在し賑わっていたという歴史があることがわかります。五反田の花街の起こりは大正時代に遡ります。大正時代に五反田周辺で温泉が湧いたのがきっかけです。温泉といっても熱いお湯ではなく鉱泉です。昭和4年刊行の全国花街巡りによると、同じく鉱泉が発見された荒川区大久と並んで急激に発展した新しい花街として紹介されています。鉱泉の発見により、当時田んぼだった場所に麻布から4軒の芸者屋が移り、温泉旅館ができ、そこに女性が集まるようになり、やがて花街になるという流れがありました。あと、市内電車の便はすこぶる悪い、品川駅から三里一円タクシーが最も便利という不思議な記述があります。おそらく当時はまだ山手線の品川から五反田方面へ向かう本数が少なかったのかもしれません。1円タクシーというのは、三里までならどこまで行っても1円のタクシーですね。昭和元年の1円はおよそ660円らしいですので、まあうなずける移動手段ではあります。さて、高級料亭と芸者や遊女を抱えている置屋を合わせた二行地として認定されたのは大正10年。これをきっかけに東京市内各地から続々と芸者が集まってきたとのことです。ただ大正12年に関東大震災があり、東京の東側の下町は壊滅してしまいます。すると西側の五反田がさらに膨張し、大正12年には料亭と置屋を合わせた二行地に待ち合わせや会合のための場所を提供する待合茶屋を合わせた三行地として認定されました。花街としては品川と渋谷の中間にあった地の利も生かし、大規模な花街として発展していきます。これらの歓楽街を支えたのが、お隣大崎周辺の工場群で働く人たちです。仕事を終えると五反田周辺に繰り出したというわけですね。写真は昭和5年頃の大崎のベアリングメーカー国内最大手、日本製鋼本社工場です。山手通りと目黒川が交差するゆるき橋近くにあったとのことです。当時の主な料亭には大正14年に創業した商船閣があります。五反田駅の東口の南側、目黒川沿いにあったそうです。郊外の箱根山と自称し、庭園が広く、庭石の配置も素晴らしく、円形舞台の設備も良かったとのことです。商船閣に集まる客たちは芸者を連れて当時清流だった目黒川で船遊びに興じたとも伝えられています。昭和初期に作られた日本商工地図を見ると、商船閣の他にも駅西口には料亭らしい店名が確認できます。商船閣は空襲で焼失しました。その跡地に1964年昭和39年に当時世界一と呼ばれた大型ボーリング場、五反田ボーリングセンターが建設されました。40レーンあり、内装には大理石を使い、ものすごく豪華絢爛な雰囲気だったとのことです。商船閣が経営する洋食レストランケルンが入っていたそうです。2006年、平成18年に営業を終了し閉鎖となりました。現在跡地は野村不動産が手掛けるプラウドタワー東五反田がそびえ立っています。池上線五反田駅周辺を見ると、戦後すぐには池袋、目白、新宿、渋谷に次いで木造の建物がずらっと並ぶ連鎖市場と呼ばれる細長いマーケット、すなわち闇市が形成されました。昭和26年時点では池上線の西側の道路沿い、赤い線で囲んでいる部分がマーケットだったようです。また池上線の東側には大崎橋市場があり、その横に小さな飲み屋がぎっしりと並んでいます。この飲み屋街は新開地と呼ばれ、昭和26年頃に開業しました。昭和48年に公開された映画男はつらいよ第11話、虎次郎忘れな草では、この新開地でロケが行われています。売れない歌手役の浅岡瑠璃子が新開地で飲み屋を営む母親に会いに来ます。奥に見えている貨物列車は国鉄ですね。山手線の橋脚です。店の2階左から母親が顔を出します。この後ろに見えているのが池上線五反田駅です。ホームに電車が到着しています。今でこそビルに囲まれているのでここまでは見えませんが、当時はどこからでもホームが見えました。
シーンが変わり、こちら背景に電車が走るのが見えます。こちらは山手線外回りの電車が五反田駅に入っていくところです。目黒川がどんよりと汚れている感じがわかります。こちらは昭和33年の五反田駅の空撮写真ですが、左上にまだ連鎖市場や大崎橋市場が確認できます。こちらは昭和43年の大崎橋の様子です。女性が子供の手を引いて歩いています。この右手には写真では見えませんが、東急池上線の高架があります。こちらは昭和54年大崎橋の下流側、ふれあい刑事橋から撮影されたものです。池上線の橋梁の右側には新開地の飲食店が広がります。昭和60年からの土地再開発でこれらは取り壊され、その後ホテルロイヤルオーク五反田となりました。新開地の飲食店はこのホテルロイヤルオークの地下1階から2階にある飲食店街で今もなお営業を続けています。再開発の際、地権者との交渉の結果こうなったのでしょう。まるで昭和の闇市の歴史が近代的なホテルの中に刻まれているかのようです。古くからあった店舗が再開発後も同じ場所で営業を続けるというのはよく見られます。新橋にある入新橋ビル地下飲食店街も同じですね。五反田の花街の繁栄も徐々に陰りを見せます。昭和40年頃までは25軒の料亭が残っていたものの、他の花街がそうだったように、時代の流れとともに花街としての機能は低下していきました。目黒川沿いに料亭風の旅館が1軒最後まで残って営業していました。それが旅館海機関です。一等地にありながら格安で宿泊できたと言われています。ただ客や条件を吟味するそうで、簡単には泊まれなかった謎の旅館だったとも言われています。実はこの建物、2017年積水ハウスが60億円を超える売買代金を支払ったものの、所有権が移転できず売買代金を騙し取られたことで一躍有名となりました。地面師と呼ばれる詐欺グループが不動産の所有者になりすまし、買い手から売買代金を騙し取る古典的な詐欺に遭っていたのです。この土地は現在、旭化成が本来の所有者から100億円で取得。2022年9月に新築分譲マンションアトラスタワー五反田が竣工予定です。続いては五反田を貫く目黒川について見ていきましょう。この五反田駅周辺は昔はよく大雨で目黒川が氾濫し水没していたことがありました。例えば平成元年8月1日未明に発生した台風12号では、目黒川の浸水により都営地下鉄浅草線五反田駅が冠水し、1日14時10分まで不通となりました。この水害では多くのビルの地下にある電気設備室が浸水し、オフィスやマンションの停電を引き起こしました。その目黒川ですが、今でこそ桜並木で有名になり、季節になるとライトアップされた桜を見に多くの人々が集まります。この桜は昭和2年頃から植樹が始まり、護岸工事があるために植えていったそうです。戦前までの目黒川は子供たちが水遊びをしてホタルが飛び交う清流だったといいます。大正期に入ると治水とともに目黒川を船が運航できる運河にする計画が立てられ、大正12年に着工、昭和12年に完了しました。これによって曲がりくねった川の流れは現在のようにほぼまっすぐになりました。しかしそれ以降も大雨が降ると上流の支流に注ぎ込んだ雨水が目黒川の水量を増し、溢れさせることも時折ありました。目黒川周辺に住む人、働く人はこの川が時に異臭を発するのをご存知です。私も実は20年ほど前にまさに西五反田目黒川に面した会社で仕事をしていたことがありますので、今でもその異臭を覚えています。実際東京大空襲で焼け野原となった下町から戦後人々が城南地区に集まるようになり、住宅密集地帯となると生活排水、工場排水が大量に流れ込みました。本来下水は下水処理場、今では水再生センターと呼ぶそうですが、そこで浄化され河川へ放流されるべきものですが、お隣目黒区のホームページによれば、大雨で水再生センターで処理できないほど下水管の水量が増えると、下水を目黒川の護岸に空いている穴から目黒川に放流する仕組みになっている。この汚泥物が川底に堆積していくとのことです。下水ですからトイレからの排水も含まれます。これが目黒川に流れ込んでいたとなるとかなり衝撃です。現在もなおヘドロの定期的な除去など水質改善に取り組んでいると目黒区のホームページには記載されていました。今回の五反田動画、最後のセクションとなります。それが昭和の商売人たちの息遣いを伝える場所、 TOC です。 TOC は東京卸売センターの頭文字。今でも卸売店から小売店まで約400のテナントが入っています。 TOC ビルは毎日バーゲンをしているような場所でもあり、ベンチャー企業のスタートアップとしても有名です。例えば
ユニクロでおなじみのファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏が、前身の小郡商事時代に山口県から紳士服の仕入れに通っていました。ハローキティで知られるサンリオも、昭和48年から62年に本社や店舗を構えていたりと、有名企業のスタートアップに大きく寄与しています。この TOC ビルができたきっかけは、明治期以降に五反田に来た星はじめが創業した星製薬の工場にありました。星はじめは星薬科大学の創設者でもあります。星製薬はワクチンを民間企業として日本で最初に製造販売したことでも知られていました。モルヒネの国産化に成功し、東洋の製薬王とも呼ばれました。戦後、星はじめは南米に向かう途中、ロサンゼルスで亡くなられています。そして彼の長男が SF 作家星新一です。父親の死後、短期間ですが東証一部に上場していた星製薬の社長を務めています。当時、星製薬は経営が傾いており、鉄鋼業を営む大谷米太郎に会社ごと買収されました。大谷米太郎は東京オリンピックのホテル不足対策としてホテルニューオータニを開業させた人物です。当時求められていたのは大規模な物流拠点でした。戦後、高度成長期に物価が上昇すると、政府は都内に分散する零細の卸問屋を集約して近代化し、流通コストを削減しようと画策します。この国策を実現しようと動いたのが大谷で、昭和45年に TOC ビルを開業させました。写真は TOC ビルの開業を知らせる朝日新聞の記事です。約750台の駐車場や大型機械も運搬できるエレベーターなど、先進的な設備を揃えていました。ただ肝心の卸業界は横並び意識が強く、軒並み移転を渋ったのです。ただ大谷は諦めず、業種にこだわらずに入居テナントを求めた結果、卸問屋も小売店も入居する複合商業ビルとして大きくなっていったのだそうです。この TOC ビルも老朽化しているため、新 TOC ビルの計画が進み、2023年春に解体に着工し、2027年地上30階地下3階のビルが竣工する予定となっています。というわけで、今日は五反田という町の変遷を見てきました。武家屋敷の邸宅があった城南五山、交通の要衝としての位置づけ、大正期以降の花街の発展と歓楽街への変化、ソニーの城下町大崎の工場についてご紹介しました。五反田は旧武家屋敷の格式と歓楽街の猥雑さが交差する街であり、隣の品川、大崎、目黒に比べると同じオフィス街でありながら、街に独特な深みを与えているように感じます。今では多くのベンチャー企業のオフィスが集まり、新たな住民も増えています。その一方、かつては五反田のランドマークでもあった U ポートは2015年に営業を終了しました。2023年にホテル、商業施設を含む20階建てのビルとして開業を予定しています。時代の移り変わりに合わせて、その表情を巧みに変えていく五反田の今後を見守っていきたいと思います。この動画が良かったなと思われましたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。